私たちはもともとこの TNR 活動っていうのを中心にやっていた団体で、まあ、今も TNR 活動をやってるんですけど、飼い主のいない猫を捕獲して不妊去勢手術をして元いた場所に戻すっていう、繁殖制限をして、まあ、野良猫をこれ以上増やさないっていう目的でやってるんですけど、その活動をやっていく中、やっぱどうしてもその TNR の最中とかで子猫がいたりとか、どうしてもリリースできなくて保護してしまう猫であったり、であとまあここにいる大人猫たちはやっぱ多頭飼育崩壊の相談が来て、まあ、そこから保護したり、そうやむを得ない事情っていうのがあって来た子たちが多く今暮らしています。このシェルター自体は割と手間がかからない子たちが暮らしていて、ここにいる子たちは大人猫ばかりで、なかなかそうですね、ちょっと里親さんが決まりづらい子たちがいて、まあ、ここに長く暮らしてるんですけど、もちろんこの保護ね、できるんだったらやっぱり自分たちも本当はね、たくさん猫保護して新しい里親さんにつなげてっていう循環が、それがうまくできたらいいんですけど、今でも里親さんが決まりづらい猫を抱えてるっていう状況で、あまりその頭数が多すぎるとこの猫たちのやっぱ管理もできないですし、針穴みたいにとってもとっても少ない数ですけど、でもそれでもこうやってまあ関わった、まあ、猫たちがもし里親さんが決まらなくても最後まで、本当はねずっとのお家が見つかってそこで飼い主さんの膝の上で命を全うしてくれるのがいいんですけど、まあ、それができなかったら自分たちが最後まあ見とれる数っていうのがまあこれぐらいかなっていう、何かあった時に一応対応できる数どこかでね、キャパシティっていうの、それも大切なことかなっていうのは思います。やっぱ自分がやっぱり責任持って飼える、ね、何かあった時にその猫たちがやっぱり振り分けれる、自分がもし亡くなった時にこの人にっていうのをしっかり決めておくとかいうのを、ペットの飼い主さんっていうのはこれからやっぱ考えていかないといけないんじゃないかなって思いますね。